ゆるキャンシーズン3第1話に対するネットの反応を紹介します。1から2期とキャラデザ変えた？スタッフ全特化へ。山のすすめっぽいな。山のすすめっぽいどころか山のすすめを作ってるところだった。心配してたけど、8ビットって山のすすめのところだから特段問題はないか。オープニングの山のすすめ感。オープニングは矢作ダムと道の駅どんぐり？そう、矢作ダムと稲部の道の駅。ロリリンちゃん可愛かった。おじいちゃんとの思い出も意外にいい話だったわ。絵柄が変わっただけで普通にゆるキャンだった。キャラデザ戻して。原作準拠って言ってたし。原作好きとしては今回のキャラデザ満足度高いわ。新キャラかと思ったらシマリンだった。新キャラかと思ったら大垣ちゃんだった。新キャラかと思ったら。シマリン別人なのは制作会社変わったから？あれ大垣可愛くなった？ちょっと前髪伸ばしただけだろ。大垣が可愛くなってる、どういうことだ？一期デザインに悪意レベルの脚色があるだけで原作では元から可愛い。大垣はだいぶ変わったな。アニメが原作からだいぶ変えてたんだろうけど。ロリンちゃん可愛かった。大垣が美少女になっててびっくりした。原作に近いタッチになってるね。アニメから入ったから今のところ違和感すごい。しかしなんでキャラデザ変えた？制作会社変わったとかまあいろいろなしがらみがあったのだろう。原作よりにはなったけど違和感がすごいという進撃の巨人現象だな。キャラデザ思ってた以上に違うな。キャラデザもだけど、シマリンの細かな表情の付け方が激しくこれじゃない感ある。これまでアニメで築き上げてきたシマリンのキャラのイメージと全然合ってない感。キャラによって違和感度が違う。シマリンは旧アニメとも原作とも違う顔で。今までのシマリンもっとドライなキャラを演出してた気がする。キャラより背景の空気感が結構変わったかなと感じた。キャラの踏襲は原作じゃなく過去のアニメシリーズのものを踏襲してるようだな。今回のキャラデザだとなんか美人度とエロ度が上がってる感じする。続編でキャラデザ変わるのってよくあることだけど大体そのうち慣れてる。改めて1期2期の作画見返すと原作の雰囲気を残しつつアニメ映えするようにうまくアレンジしてたんだなって気づく。言うて1期2期のキャラデザって、原作3巻くらいの丸っこい絵柄元にしてるから、イズキャンくらいになると違いは大きかったのよね。アニメ映えってのはいまいちピンとこないが、原作は上でも出てるように絵柄が変遷してるし1期2期と同じにはできん。3期は良デザインだと俺は思うね。ちなみにこれがアニメとも当時の原作とも違う。今の絵柄で描かれた円盤じゃけい。作画もう慣れたわ。ゆるキャンは劇版が一番重要だな。制作会社変わっただけあって過去2期とは違ってる部分が多いけどゆるキャンらしさはあったな。そういや山のすすめ幹もめっちゃ実写っぽい背景だったな。キャラではあんまり変わらなかったから結構違和感があった。山のすすめの制作会社だから背景美術は心配してなかったけど、原作に寄せたらしいキャラではアニメ組だからかちょっと違和感あるな。制作会社が変わると顔も変わるのか？あと背景が実写取り込み？あと背景が実写取り込み？これ気になったわ。人間が漫画チック度高くなったのに背景リアル度高くしてどうする？キャプチャ画像を見て思ったけどこれ写真をフォトショで変換してるだけじゃないの。実際は違うかもしれないけど、かなりそれに近いことやってると思う。背景ほぼ手書きで書いてないと思う。だからなのか手抜き感と違和感がものすごい。背景綺麗というより、ロケハンで撮ってきた写真をコンピューター処理しただけだよね。そうだよ、ロケ地まんまなだけ。背景は写真を元にしてるのは前と変わらんのだろうけど、実写感残しすぎだな。3期初回だから多少の戸惑いはあったけど、なかなかいいんでないか？確かに建造物は若干取り込み画像っぽさが残ってるね。特に1枚絵だと、でも映像だと意外とアニメっぽく見える。その辺のギリギリのとこ狙ってる感じ。変わったの絵面だけで他は何もかもいつものゆるキャンだな。背景は山のすすめで慣れてたから特に違和感はなかったな。キャラデザも3分で慣れた。あとは2期と比べて内容が面白いかどうか。1話見ただけじゃわからんが感触は悪くない。ゆるキャンってなでしこ主人公だっけ？クレジットがいつの間にか先頭に来てる。前はシマリンが先頭だったはず。前からクレジットはなでしこが最初だったね。インミニおじいちゃん家に行った際の大まかなルートは東映駅矢印矢作ダム矢印道の駅どんぐりの里稲部矢印道の駅アグリステーション名倉の前で曲がって矢印道の駅継ぐ高原グリーンパークで火起こし矢印最後は井山展望園地稲部展望台かな。見延から東映駅まで電車移動って結構大変そう。まずそこを小4の女の子一人はなかなかチャレンジングだったな。乗り換えも数回はあるだろうし、ダムも東映からなら佐久間ダムの方が近いしでかいし有名だろうにあるいは俺ダムも近い。なんでかなり遠い矢作ダム。ゆるキャン1期がもう6年も前という恐怖。なんか顔違わない？
顔だけじゃないぞ、おっぱいもだ、矢印さんキイチキ矢印。犬やマロリになってない？イチキニキの犬子はドスケベだったからな。犬子の乳しぼんどる。おっぱいどこ行ったんだよ。なんてこった。音楽は従来と一緒か。音楽と音響監督だけ同じみたい。劇場版が別世界線の話になってきてない？もともと別の時間線、そういう未来もあったかもね、の世界。スチール缶だと本燃焼まで時間がかかりそう。昔 UL が流行り始めた頃にアルコールストーブを量産したから懐かしかったな。アルコールランプは危なくてもう小学校で使われないからアルコールランプネタ通じるのはおっさんくらいだぞ。なでしこたちはなぜ知っていたのか。これ4年前の記事だしそれより前なら使っていたのでは？調べてきたけど2006年くらいから使ってないらしい。アルコールランプが使われなくなった一因よな。どう考えても小学生なんかにあれ使わせてた時代がおかしかったよ。キャンプで散髪するとお腹壊したとき困るぞ。なぜだろう、前シリーズのようなワクワク感がない。単純に3回目だしな。まだキャンプの準備段階みたいなもんだろ。お楽しみはこれからだ。やっぱこういうまったり見れるアニメはいいね。キャラデザ配置旬で慣れたと思ったが大垣の美少女化が半端なくて復元作の方も作中時間経過でデコが隠れてメタの点でもガノ頭身伸びた恩恵受けて美少女化していくけどアニメ3期はさらにアクセル踏んでんじゃん。逆にグビネイはシンプルデザインだからかほぼ変わらんね。チルっぽいエンディング曲いいね。ゆるキャンがブームの火起こし役になって数年、今ではキャンプで焚き火ときたらチルアウトのイメージになったな。エンディングは毎回その回のダイジェスト画像をなでしこがスマホで眺めるって構成なのかな。どちらかというとエンディング曲を聴きながら回想してる感じじゃない。エンディングが一期オープニングのアンサーソングっぽい。歌い出しのフレーズがいきなりシャイニーデイズでびっくりした。あとエンディングはコーラスは佐々木さんだから実質浅香さんとのデュエットだな。 X の反応も概ね好評だね。制作と監督が変わった不安は杞憂で済んで安心した。あとは話が面白いかどうかやな。キャラデザ変わってもナデリンエナちゃん可愛い。雰囲気は変わらないよね。こういうのでいいんだよ。安定感が半端ないよ。少なくとも3ヶ月は安心して見れるな。 ATX 見終わったがキャラデザ違和感あるが気にしなければ完全にゆるキャン帰ってきたって感じ。シマリンパートでの風景の作画すごかった。まあ一話らしくこれまでの振り返りって感じだった。ゆるキャン3期第1話のネットの感想反応いかがでしたでしょうか。キャラデザが大きく変わったので慣れるのには時間かかるかも。作品としての雰囲気はあまり変わってないように感じたのでそこは心配ないかも。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。